オズの魔法使いは、ライマン・フランク・ボームが表し、WW ・デンスラオが挿絵を担当した、児童文学作品。1900年5月17日、アメリカ合衆国入りのイシューシカゴの、ジョージ・エム・ヒル・カンパニーから初版が出版され、以降何度も再版された。1902年のミュージカル、オズの魔法使い、1939年の映画、オズの魔法師から、 ザ・ウィザード・オブ・オズという題名が定着した。マザーグースの物語のヒットで、童話作家として成功していたライマン・フランク・ボームが、自らが子供たちに語って聞かせた物語を元に書き、1900年5月に出版した。凝った構成による、カラーズ藩の児童書は当時としては、革新的であり、本はたちまち、子供たちの心を捉え、 増殺の追いつかない空前の人気作品となった。アメリカ合衆国カンザス州の農場に暮らす少女、ドロシーが竜巻に家ごと巻き込まれて、飼い犬のトトとともに不思議なオズの国へと飛ばされてしまう話である。なお、ボームは竜巻を示す説明とともにサイクロンという単語を使用している。この本はアメリカ文学で最もよく知られた本の一つであり、 世界中で翻訳されている。アメリカ議会図書館は、アメリカで最も優れ、最も愛されているおとぎ話と語っている。初版及びブロードウェイミュージカルの成功後、ボームが13冊、ボームの主語に他の作者等がオズシリーズを出版している。ボームは、親愛なる友人で同志である、我が妻に捧ぐと記した。 1901年1月、ジョージ・エムヒル・カンパニーは、初版の1万部を売り切った。その後300万部を売り上げ、1956年に、パブリックドメインとなった。シカゴのジョージ・エムヒルによる、初版表紙と、裏表紙1900年5月17日、ボーム自身が手作りした、最初の本は、姉妹のメアリール・ルイズ・ボーム・ブリュースターに送られた。7月5日から20日に、 シカゴのパーマーハウスで行われたブックフェアで一般に初公開された。8月1日に著作権を申請し、9月に確立した。ジョージ・エム・ヒル・カンパニーから出版され、1900年9月1日には初版1万部が売り切れた。1900年10月までに1万5千部の第2版がほぼ売り切れた。ボームから兄弟のハリーへの手紙によると、 出版社のジョージ・エム・ヒルは25万部の売り上げを見込んでいた。当初ヒルはこの本が売れるとは思ったが、これほどの大ヒットになるとは予測していなかった。シカゴ・グランド・オペラ・ハウスのマネージャーのフレッド・アール・ハムリンは本のさらなる宣伝を兼ねてミュージカル化を打診し、ボームは脚本の執筆に同意した。1902年6月16日、 ミュージカル、オズの魔法使いが初演された。この作品は大人向けのミュージカル大作として制作され、衣装はデンスローの挿絵をもとにデザインされた。1901年、ヒルの出版社は破産し、ボームとデンスローはインディアナポリスのボブスメリルカンパニーが出版を引き継ぐことに同意した。1944年、ボームの息子、ハリー・ニール・ボームは、 シカゴトリビューンが見に父親は本を書く前に子供たちに話をして聞かせていたと語った。ハリーは父親をロックペンスの歌の黒つぐみがパイの中で焼き込められた理由を的確に述べることができる、これまで出会った人々の中で最も素晴らしい人物だと語った。1938年まで100万部以上が増殺された。 それから20年弱後の1956年には300万部を売り上げた。アメリカ合衆国カンザス州でエムオバ、ヘンリーオジ、小さな飼い犬のトトと共に、少女ドロシーは暮らしている。ある日、ドロシーとトトは竜巻に家ごと巻き込まれて、不思議なオズ王国の中のマンチキンの国へと飛ばされてしまう。落ちた家は、 マンチキンたちを独裁していた東の悪い魔女を圧死させる。北の良い魔女がやってきて、マンチキンたちと喜びを分かち合い、悪い魔女が履いていた不思議な力を持つ銀の靴をドロシーに授ける。良い魔女はドロシーに家に帰れる。唯一の方法はエメラルドの都に行って壮大な魔力を持つオズの魔法使いに頼むことだと語る。ドロシーは旅に出ることにし、 北の良い魔女はドロシーを大事故から守るため、おでこにキスして、魔法をかける。黄色いレンガ道を進み、ドロシーは、僕という名のマンチキンによるパーティーに出席する。翌日ドロシーは棒に引っかかったカカシを助け、ブリキのキコリに油を刺し、臆病なライオンと出会う。カカシは脳を、ブリキのキコリは心を。 ライオンは勇気を手に入れる願いを叶えてもらうため、ドロシーとトトと共に魔法使いに助けを求めに、エメラルドの塔に向かう。いくつかの冒険を乗り越え、一個は、エメラルドの塔の門で門番に会うと、街の輝きで目が眩まないように緑のメガネをかけるように言われる。一人一人呼ばれ、ドロシーは、大理石の王座の上の巨大な頭、カカシは、絹の車に包まれた愛らしい女性。 ブリキのキコリは、恐ろしい野獣、臆病なライオンは、火の玉の形をした魔法使いに合う。魔法使いはもし、オズ王国のウィンキーの国を独裁する、西の悪い魔女を殺せば、全員の願いを叶えると語る。警備員はこれまで誰も西の悪い魔女を倒したことが、ないと警告する。西の悪い魔女は、望遠鏡になる一つ目で一行が近づくのを見つける。 魔女は一行をズタズタに切り裂くため、狼たちを送るが、ブリキのキコリが斧で殺す。魔女は一行の目を潰すため野生のカラスを送るが、カカシが彼らの首を折って殺す。魔女は一行を刺すため黒い蜂の群れを集めるが、カカシの藁が、ドロシー、ライオン、トトを隠し、ブリキには刺さらずに蜂は死ぬ。魔女は、ウィンキーの兵士たちを送るが、ライオンが直立すると恐れて引き返す。 ついに魔女は、黄金の冠の力を使い飛ぶ猿を呼び集め、ドロシー、トト、ライオン、カカシを捕まえ、ブリキの木こりをへこませる。魔女は、ドロシーの銀の靴を手に入れることを企て、ドロシーを自分の専属奴隷にしようとする。 1900年の初版の WW デンスローによる悪い魔女が溶けるシーンの差し絵悪い魔女はドロシーを騙して銀の靴の片方を脱がせることに成功する。怒ったドロシーは魔女にバケツの水を思い切りかけると魔女が溶けてドロシーは驚く。ウィンキーたちは魔女の独裁から逃れることができて喜び、カかしに藁を詰めブリキの木こりを修理する。彼らは ブリキの木こりに国王となることを頼み、彼はドロシーを無事にカンザスに返すことができたら、引き受けると語る。ドロシーは黄金の冠を見つけ、一行をエメラルドの都に連れて行かせるために飛ぶ猿を集める。飛ぶ猿の王は、北の魔女ギャブレットの冠でどうやって、自分たちが魔法にかけられるのか説明し、ドロシーは後に他に二階間の力を使用することになる。 一行が、オズの魔法使いに再会したとき、トトが、王座の隅のスクリーンを倒してしまうと、本物の魔法使いが現れる。彼は、平凡な老人の詐欺師で、だいぶ前に、ネブラスカ州オモハから気球で、オズにやってきたと申し訳なさそうに語る。魔法使いはカかしに、新しい脳を、ブリキの木こりには、絹の心を、臆病なライオンには、勇気が出る薬を与える。 彼らは魔法使いの力を信じているため、これらをもらって喜ぶ。魔法使いは、ドロシーとトトをエメラルドの塔から家に、気球で連れて行くと語る。離陸時、魔法使いはカかしに、自分の代わりに、オズ王国の同地を任せると語る。トトが子猫を追いかけ、ドロシーがそれを追うと気球は、魔法使いのみを乗せて飛び立つ。ドロシーは再び飛ぶ猿を集めて、 トトと共に家に飛ぼうとするが、彼らは、オズ王国を囲む砂漠を飛び越えることはできないと語る。緑の髭の兵士がドロシーに、南の良い魔女グリンダが家に帰らせてくれるかも、知れないと助言し、一行は、オズのカードリングの国に住むグリンダに会う旅を開始する。道中、臆病なライオンは、森の動物たちを脅かす巨大な雲を殺す。動物たちは、 臆病なライオンに王になってくれるよう頼み、ドロシーを無事にカンザスに返したら引き受けると語る。ドロシーは、三度飛ぶ猿を集め、山を越えて、グリンダの国へ行く。グリンダは一向に挨拶し、ドロシーが履いている銀の靴こそが望む場所へ、連れて行ってくれると明かす。ドロシーは友人たちと抱き合い、友人たちは黄金の冠を使って、カかしはエメラルドの戸へ。 ブリキのキコリは、ウィンキーの国へ、ライオンは森へ、それぞれが新しい国へ行くことになり、黄金の冠は、飛ぶ猿の王に与えられる。ドロシーはトトを腕に抱き、かかとを3回合わせ家へ帰ることを唱える。ドロシーは旋回して空中に浮かび、カンザスの平原の芝に転がり、自宅にたどり着く。ドロシーは、エムオバに駆け寄り、また家に帰ることができてよかったと語る。 ボームの友人でコラボレーターである、ウィリアム・ウォレス・デンスローが挿絵を担当し、著作権も共同で所有していた。多くのページに挿絵が施され、色彩豊かで当時にしてはデザインが豪華だった。1900年9月、グランド・ラピッズ・ヘラルドは、デンスローの挿絵は、文章と、とてもよく合っていると記した。社説ではもし、デンスローの挿絵がなければ読者はドロシー。 とと他の登場人物を容易に想像することができなかっただろうと述べた。この個性的な挿絵は当時模倣するものも多かった。最も有名なものはオズのデザインや挿絵を模倣したエヴァ・キャサリン・ギブソンのゾ・バーリンダ・ザ・ワイ・ズ・ウィッチである。書体は当時新しかったモノタイプ・オールドスタイルである。デンスローの挿絵は許可を得て制作された多くのグッズで多く見られた。 かかし、ブリキの木こり、臆病なライオン、魔法使い、ドロシーは、ゴムや、金属の人形が作られた。衣類、装飾品、ロボット、石鹸なども作られた。1944年、イブリン・コプルマンの挿絵による審判が登場した。デンスローの挿絵を元にした。この挿絵は称賛されたが、著名な1939年の映画、オズの魔法師により似ていた。 初版のドロシーが臆病なライオンに出会ったシーンボームはグリム兄弟アンデルセンから影響を受けており、ボームが編集したアメリカンフェアリーテイルズにも彼らの作品からホラー要素を外したものが収められている。伝説の田舎町であるエメラルドの戸として知られるオズは、ボームが下記に滞在していたミシガン州、ホランド近くのキャッスルパークの城のような建物を元にしている。 黄色いレンガ道は当時舗装で使用された黄色いレンガにちなんでいる。これらのレンガ道はボームが通学していたピークスキル陸軍士官学校のあるニューヨーク州ピークスキルに見られた。ボーム研究者は1893年に開催されたシカゴバンコク博覧会のホワイトシティからエメラルドシティの着想を得たと言及している。他に カリフォルニア州サンディエゴ近くのホテルデルコロラドからも着想を得ているとされている。ボームはこのホテルにしばしば宿泊し、オズ関連書籍をここで執筆していた。1903年、パブリッシャーズ・ウィークリーのインタビューにて、オズの名の由来は原作者ボームが近くのファイリングキャビネットに OZ と記されているのを見て名付けたと語った。 何人かの批評家はボームはオーストラリアからも影響を受けていると語っている。オーストラリアは、口語的に、オズに近い発音の略語で呼ばれることがある。さらに1907年の、オズのオズマ姫でドロシーは、ヘンリー王子とオーストラリアへ公開中嵐に巻き込まれて、オズに戻る。そのためオーストラリアのようにオズは、カリフォルニア州より西にあるとされている。 オーストラリアのようにオズは島国である。オーストラリアのようにオズは広大な砂漠のそばにある。これらによりボームはオズはオーストラリア、またはオーストラリアの広大な砂漠の中央の魔法の国を想定しているとされる。他に、ルイス・キャロルの1865年の不思議の国のアリスから影響を受けているとされる。1900年9月、グランド・ラピッズ・ヘラルドのレビューで、 まさに現代の不思議の国のアリスと評された。ボームはキャロルの物語の不正号を見つけたが、子供の読者が共感する子供の登場人物である少女アリス自身の人気を認めており、少女ドロシーが主役となる一員となった。またボームはキャロルの子供の本は多くの差し絵があれば子供も喜んで読むという信念に影響されている。キャロルは 子供の本は、子供が子供らしくあることではなくモラルを教える、ものというビクトリア時代のイデオロギーを拒否していた。文章の他に、多くの挿絵のあるキャロルのスタイルと共に、ボームは、魔女や魔法使いのようなおとぎ話の登場人物の典型と、カカシやトウモロコシ畑など彼の読者である、子供たちの身近な事象を組み合わせた。カンザス州やオマハなど、 具体的なアメリカの地名が出てくることから、オズの魔法使いはアメリカ発のおとぎ話とされている。ボームは多くの差し絵のある児童文学が子供には重要であると考えるキャロルのような作家に賛同するが、農業や産業などアメリカを想起させるものを織り込むことを望んでいた。この作品の登場人物、ディテール、アイデアの多くは、ボームの経験に基づいている。 子供の頃、ボームはしばしば農場でカカシに追い回される悪夢を見ていた。ボロボロの干し草でできた指が彼の首をつかもうとした、その瞬間に崩れていった。数十年後、大人になったボームは、彼の苦悩を登場人物のカカシとして物語に入れ込んだ。息子のハリーによると、ブリキの木こりは窓の飾りから生まれた。彼は窓に何か、 魅力的なものを飾りたく、スクラップから電子部品を組み合わせて風変わりな形を作った。湯沸かし器で体を排気管で腕や足をフライパンで顔を作った。ボームはその後煙突の上部につけるファンネルハットを上部にかぶせると最終的にブリキの木こりの形になった。石油王だったジョン・ロック・フェラーは自身の製油所の石油を売るため、 スタンダードオイルの自身の持ち株を減らし、同じ石油業界にいた、ボームの父のある、意味、敵だった。ボーム研究者のエヴァン・アイ・シュワルツは、ロックフェラーが、魔法使いの一面として描かれていると語った。物語の一シーンで、魔法使いが、横暴なハゲであるという記述がある。ロックフェラーが54歳の頃、脱毛症にかかり、頭の毛がすべてなくなり、 人々は彼に話しかけるのを怖がっていた。1880年代初頭、ボームが所有していたオペラハウスがオイルランプがたるきに引火して炎が揺らめき火事で消失したことから劇作品、マッチ図が執筆された。研究者のエヴァン・アイシュ・ワルツは、かかしの深刻な恐怖を表現する、世界で一番恐ろしいものは、火のをついたマッチというセリフに現れていると語った。 1890年、ボームは、ダコタ順州のアバディーンに住んで干ばつを経験し、アバディーンの、サタベーパイオニアに、馬が食べている木片が芝生でできていると信じている。農民が馬に、緑のゴーグルをかけさせていることに関する基地に、飛んだコラム、アワーランドレディを執筆した。これと同様に魔法使いは、エメラルドの都の住民たちに、緑のゴーグルをかけさせ、街が、 エメラルドでできていると信じさせている。陶器のセールスマンでもあったボームは、第20章に陶器について記載している。アバディーンでの短期滞在の間、多くのアメリカ合衆国西部についての噂の広がりが続いた。しかし西部は、魔法の国となる代わりに干ばつと不況で荒れ地となった。1891年、ボーム一家は、サウスダコタからシカゴに転居した。 当時シカゴは1893年に開催される万国博覧会に向けて準備中だった。研究者のローラ・バレットはシカゴはカンザスよりもオズに似ていると語った。西部の莫大な金脈についての噂が事実無根だと判明した後、ボームはオズの中にアメリカのフロンティアを作り出した。多くの経緯を表して執筆されたボームの創作は西部が 当時まだ未開拓だったことも含めて、実際のフロンティアに似ていた。農民のマンチキンとドロシーは、物語の初めの方で出会い、ウィンキーとは後半で出会う。ボームの妻モードは、姉、ヘレンの娘である名のドロシー・ルイズ・ゲージにしばしば、会いに行っていた。この幼子は難病を患い、1898年11月11日、月齢5ヶ月で、 脳充血により亡くなった。ボームとモードには娘がおらず、モードはドロシーを娘のように可愛がっていたためドロシーが亡くなると、モードは薬を必要とするほどひどく落胆した。妻の悲嘆を和らげるため、ボームはオズの魔法使い主人公の少女にドロシーと名付けた。ヘンリー王子はモードの父であるヘンリー・ゲージをモデルにした。 花屋を創業していたヘンリーは、モードの母で、ヘンリーにとっての共済マチルダ・ジョスリン・ゲージに、頭が上がらなかったが、近所の住民たちからは尊敬されていた。父ヘンリーと同様に、ヘンリー叔父は、厳格で真面目で、無口であり、従順でよく働く男として描かれている。物語中の魔女たちはマチルダが行っていた、魔女狩り研究の影響を受けている。 魔女を追い込む残酷な仕打ちはボームを恐怖に陥れた。東西の魔女二人の死はこれを移入している。ボームは転職、転居を繰り返したため多くの人々と出会い、彼の人生で経験した多くの出来事から物語の着想を得た。物語の導入部でボームは、ハラハラ、ドキドキの物語で、胸の痛みや悪夢は消え去り、 現代のおとぎ話となることを望むと記されている。これらはボームがオズの魔法使いの着想を得たもののほんの一部である。オリジナルの挿絵を描いた w w デンスローも物語に影響を与え物語をよりわかりやすくしている。ボームとデンスローは良い仕事仲間で文章と挿絵で物語を共に作り上げた。物語の中でも色彩は重要であり、 明らごとにテーマカラーが違っていた。ボームが文章で表現していない部分でも、デンスローはその特徴を表現した。例えばエメラルドの都の門や住宅を描く木は、文章には登場しない国民の姿も描いた。デンスロー交番後のオズ族編作品で挿絵を描いた、ジョン・アール・ニールも、デンスローと同様に、一般市民も描いた。この物語が、 政治的アレゴリーを意図するという決定的証拠は見つかっていない。1960年頃、歴史家ランジット・ s ディゲは事実上誰も、そんな解釈はしていないと記した。1964年、高校教師のヘンリー・リトル・フィールドが学術し、アメリカンクオータリーに、オズの魔法使い、大衆主義の偶意を執筆し、 19世紀後期の金融政策に関する金銀副本異性論層のアレゴリーを含んでいると断言した。ボームは周囲から物語の着想を得ただけでなく、当時問題が解決していたアメリカのユートピアをオズに表現していた。ユートピアとおとぎ話の国はそれほど違いがない。ボームはより良い社会を作るには想像力が不可欠と信じていた。 オズシリーズの後期の本でボームは、想像と夢は世界を改善に導く。想像力豊かな子供は、想像や発明の得意な想像力豊かな大人になり、市民を導いていくだろうと記した。またこの過程でボームは、現代のおとぎ話としての、オズの魔法使いは、オズを19世紀後期から20世紀初頭の言及や、 問題解決を表現するアメリカのユートピアとして、オズを描いている。オズ王国はアメリカに類似している。東西南北の4つの国があり、首都はエメラルドの都である。アメリカ及び国民は中西部、南部などに分割される。19世紀、これらの地域によって表現する色が違っていた。東部は工業地帯のブルーカラーから、青、南部は赤土や レッドネックから赤、西部はカリフォルニア州のゴールドラッシュから黄色で表現されていた。そしてエメラルドのととなるワシントン DC は紙幣の色から緑で表現される。物語の悪役は東西の悪い魔女である。悪い魔女たちは市民を魔法にかけ奴隷のように扱う。良い魔女と悪い魔女の力関係はほぼ同等で、このバランスが オズが変化なく続くか発展するかに関わってくる。この関係はアメリカの支持政党に関連付けられる。西の悪い魔女は発達した鉄道、石油王、そして自然豊かな西部に表現される。19世紀、西部は軍事色が強かったが自然が豊かでそして干ばつ被害も甚大だった。これは火事や竜巻よりも被害が大きく、 その年の収穫に大きな影響が出る。そのために死の悪い魔女を殺す武器として水が引用されている。魔女の遺体の茶色の塊は大きな嵐の後の泥に類似している。ドロシーは水たまりの上を歩き溶けた魔女の後のある床を掃除する。東の悪い魔女は農業従事者を圧迫するウォール街など東部の経済、工業を表現しているとされている。 19世紀、東部の工業労働者が、重労働を課せられていたように、東の悪い魔女は国民を、奴隷のように扱う。ドロシーが、東の悪い魔女を殺すと、力のバランスが変わってくる。貨幣価値及び投資が下がって、以降、人民党は国を金銀副本位制に向かわせた。労働者階級及び、貧困農民は、債務負担を減らすため金本位制から遠ざかった。 人民党は、南部や中西部の小作人と北部の労働者階級の賛同を目指した。物語冒頭でドロシーは、農場からオズへ竜巻で飛ばされる。これは、しばしばこの時代の銀の自由、中造と比較される。黄色のレンガ道は、金銀副本位制を、ドロシーを、居心地の良い場所へ連れて行ってくれる銀の靴は、人民党の金銀副本位制への方針を、 表現している。オズは金を計るのに使用される、オンスの略字である。ドロシーとカカシが森を歩き始めると、道がデコボコであるために、カカシが何度もつまずいて転ぶ。黄色のレンガ道で、カカシが転ぶのは、デフレにより、農民が損害をこむることに類似している。ドロシーが簡単に歩き回るのは、いかに金銀副本位制を進めるかを披露している。 たとえ金が少なくとも、バイメタルの他の金属の方が安く手に入り、デフレを回避することができる。全体を通して、登場人物の多くが、銀の靴の魔力を知らない。ドロシーが、南の良い魔女グリンダに会うまで、銀の靴がカンザスに帰らせてくれる力を持っている、ことを全く知らなかった。ボームは、金銀副本位制が、 経済危機を解決することなど誰も知らないということを暗示していた可能性がある。ドロシーがかかとを3回鳴らすとカンザスへ帰れるが空中を飛んでいる最中、銀の靴が砂漠に脱げ落ち二度と見つからなかった。銀の靴がなくなったことは1900年に金銀副本位性が次第に衰えていく様子に類似している。魔法使いはオズ王国の国王で 19世紀のアメリカ合衆国大統領と類似している。すべては皆のためにが原則でありながら政治家は多面的であると考えられている。偉大なるオズの魔法使いは越見者と個々にそれぞれにあった要望に変身してあう。魔法使いに願いを叶えてもらうために一行が再度戻ってくると魔法使いというのはまやかしで。 民衆が偉大だと信じていたのは単なる普通の男であることが判明する。カカシは彼を詐欺師と呼ぶと魔法使いは悪びれもせずその通りだと語る。19世紀の政治家たちと同じように魔法使いは約束を守ることができない。後に魔法使いはどうして詐欺師になったかというと皆ができないことを私がやることができたからとし、 皆が騙されることを望んだから騙したと語った。エメラルドの都に向かう途中、ドロシーは農民の象徴であるカカシと出会う。カカシは頭に藁が詰まっていて脳がないことから自分をバカだと思い込んでいる。出版の4年前の1896年、シカゴ出身ジャーナリストのウィリアム・アレン・ホワイトはカンザスの何が問題かという記事を書いた。この中でホワイトは 西部の農民は無知で怠惰で、経営能力がないことを暗示し、アメリカには、ホワイトカラーや頭脳はあまり必要ないとなぜ、カンザスの人々は不満と皮肉を込めて、答えるのかと疑問を呈した。カカシは、自分は、脳がなく劣っていると打ち明ける。同年ホワイトは、民主党全国大会でのウィリアム・ジェニングス・ブライアンの、有名なクロス・オブ・ゴールド・スピーチの記事を執筆した。 ブライアンは、農民のために戦い、ホワイトの記事の、農民は、夜明け前に始まりついた地中疲弊し、春に始まり夏中疲弊しているが、国が富を作り出す、天然資源として、脳と筋肉を備えることにより、穀物の値段を決める、商務省の労働者と同等となるという内容と、同じように主張した。ブライアンが、アメリカの農民を評価しているように、ボームは、 物語全体を通してのかかしの行動により、彼は、本当は賢く能力があると表現している。この物語の最後にある通り、農業は国にとって重要であり、農民の政治的可能性が明らかになり、無知であるという前提を覆させた。次に、ドロシーが、黄色のレンガ道で会うのは亡き東の悪い魔女から、いたぶられてきたブリキの木こりである。彼は、 生身の人間だった時にマンチキンの少女と家庭を作るための資金を得ようと重労働していた。魔女が斧に魔法をかけ、手足が切断され、最終的には体もなくなる。切断されるたびにブリキ職人がブリキで補修しており、体全体がブリキとなった時には心を入れ忘れたため、もう人を愛せなくなってしまう。ブリキの木こりは、 東部の労働者階級を表現している。19世紀、労働者は機械を動かし続けなければいけなかった。東の悪い魔女は、人間でなく単なる労働者となったのだから、機械のようにより早くよりいい仕事をやるがいいと罵知る。ブリキの木こりは雨に打たれて錆びつき、約1年そのままの形で固まってしまい、ドロシーが、関節に油を刺して彼はようやく動けるようになる。 ブリキのキコリが固まっていた1年間は、1893年から1897年の、強硬の東部の労働者階級の失業期間を表現している。経済復興期のグロバー、クリーブランド大統領の冷酷な拒否同様、ブリキのキコリが助けを求めても、誰の耳にも届かない。ブリキのキコリは1年間固まっていたが、その間人生を考えるいい機会となった。 この頃、彼は、これまでなくした最大のものは、心であり、それなくして人を愛することができないことがわかる。ボームは、東部の労働者階級が家族を帰り見ず、働き続けたことを、ブリキの木こりで表現している。19世紀の進歩主義の一部は、アメリカの生活の中心である家族の再構築だった。 東の悪い魔女の暴言は19世紀後期から20世紀初頭にかけてのウォール街や東部の大企業での実態を描写している。最後に一行に参加したのは臆病なライオンである。人民党の著名な政治家、ウィリアム・ジェニングス・ブライアンをモデルにしたとされている。6フィートでがっちりしていた、彼は心優しいことで知られ、熱弁家でライオンの吠え方に例えられた。 物語を通してボームは、カかしなど共感しやすい大衆向けキャラクターが多い中、ブライアンを臆病に描いたことは奇妙であるとされる。しかし19世紀後期、アメリカ帝国時代が始まり、スペインからグアム、プエルトリコ、フィリピンのような国々の支配を奪うのに苦慮していた。1898年の米西戦争でのブライアンの非暴力、反帝国主義は、 しばしば被告民または臆病と批判された。ボームは批判を一旦受け入れ、ブライアンに向けた。ライオンは百獣の王だが、人の目を気にせずに無駄な争いに参入せず生還する勇気がある。臆病なライオンとブリキの木こりの関係性は、ブライアンと頭部の労働者階級の関係性に類似している。彼らが出会った時、臆病なライオンは、 ブリキのキコリに鋭い爪で引っかこうとするが、キコリが道に倒れている間、臆病なライオンはそのブリキ自体に驚く。これは1896年の大統領選挙で、東部の労働者階級が、雇用主によるウィリアム・マッキンリーへ投票するようにとの、プレッシャーからブライアンが得票できなかったことに、言及している。ブライアン自身も、選挙キャンペーン中、 直接的あるいは間接的に、マッキンリーへの投票の強制を感じていたと語った。ただし単に労働者階級に印象を残せなかっただけという意見もある。ブライアンの吠え方が、東部の労働者階級に印象を残せなかったのと、同様に、臆病なライオンの爪は、ブリキの木こりに傷をつけることもなかった。ボームのおとぎ話は19世紀後期から20世紀初頭に、 かけてのアメリカで多くの解釈がなされている。ドロシーの忠実な仲間であるトトは、お酒を飲んだことのない、ティートトラーに例えられる。禁酒法支持者は、アルコールの摂取は違法であるべきだとみなし、19世紀後期、人民党と長年関連していた。この旅で、トトは、ドロシーの後ろを、真面目にかけていた。プレーンズインディアンと 類似しているトブサルはかつて自由民だったが、西の悪い魔女に奴隷のように扱われている。彼らを統治する者によって悪者になったり良い者になったりするが、彼らは単に国に所属しているためその地を離れることはできず、そのためアメリカンインディアンに例えられる。西の国に住むイエローウィンキーはゴールドラッシュの時代にカリフォルニア州で劣悪な環境で奴隷のように、 働かされていたアジア人労働者を表現したとされる。オズの国に入る前にエメラルドの輝きで目が眩むのを防ぐためにサングラスをかけさせるのは魔法使いと同様にまやかしである。エメラルドのとは実際はエメラルドでできたわけではなく単なる白い街で緑色のグラスを通して見るためすべてがエメラルド色になる。これは色メガネで見ると 見たままを信じてしまうことを表現している。ボームは全米を旅し、19世紀の様々な事件事故を知り、彼の周りから着想を得て、物語が完成した。ボームの現代的おとぎ話である、オズの魔法使いは、東西の悪い魔女が死に、ドロシー、トと魔法使いがアメリカに戻るところで終わる。カかしは、エメラルドの都の当主を引き受け、 農民が国にとって重要であることを示した。ブリキの木こりは西の国に産業をもたらした。臆病なライオンはブライオンが少数の政治家を率いていたように森の守り神となった。リトルフィールドの主張は同意するものもあるが、激しい反対にもあっている。他の政治的解釈この作品は児童文学であると同時に19世紀末のアメリカ経済に関する 具話とも解釈されることがあり、歴史学者、経済学者や文学者等が政治的解釈を述べている。ただし、読者及び批評家の多くは物語をそのまま楽しんできている。ボームは1890年代に政治的に活動はしたものの、本作品の政治的解釈については否定も肯定もしていない。経済学者のグレゴリー・マンキューは、 マクロ経済学の教科書で、オズの魔法使いは、銀貨鋳造論争を背景にして書かれた童話だと記している。1880年から1886年にかけて、アメリカ経済は23%ものデフレーションを経験した。当時の西部の農民たちのほとんどが、東部の銀行からの借金で開拓を行っていたが、 デフレーションの発生は借金の実質的価値を増大させ、西部の農民は苦しみ、東部の銀行が何もせずに潤うという事態が発生した。当時の人民主義派はこの問題について、不足する貨幣供給量を銀貨の自由鋳造で賄うことで解決するべきだと主張した。銀と金、金本位体制をめぐっての論争は、1896年の 大統領選挙で最も重要な論点となった。民主党は銀河の採用を主張し、共和党はあくまでも金本位制にとどまることを主張した。経済史家、ヒューロッコフの記述では、としている。もっとも、ボームに関する電気作家や研究者は、そうした政治的解釈には、否定的である。この作品のできた背景についての詳細が、 ボーム自身の日記に残されている上、ボームは時に政治的ではあっても、そうした比喩による現代風刺には無関心だったからで、ある時に皮肉と解釈されることもあるが、本作の序文でも、ただ今日の子供を喜ばせるために書いたと明言している。もっとも高い知名度ゆえに、ドロシーたちは新聞の風刺漫画のネタにたびたび使われていた。 さきのヒューロッコフの説については、ボームがその政治活動では、シルバリズムに反対するメンバーの一員であり、アメリカ経済に関して、共和党の考えに賛同していたという反論が、歴史家デビッド・ビー・パーカーになされている。ちなみに黄色いレンガの道に関しては、由来となった建物が、ボームの別荘がある、ミシガン州内の公園に実在する。なお、 原作は銀だった靴は映画版では視覚的効果を狙ってルビーの靴に置き換えられている。1902年のジョージ・エムヒルの破産後、この物語の判権はボブス・スメリル・カンパニーに移った。判権移行後の版は色付き文字や挿絵の色彩に欠けるものとなった。1956年にパブリックドメインとなるまでオリジナルの色彩の再現、新たな挿絵、 追加など審判が出ることはなかった。それ以降では1986年、バリー・モーザーの挿絵による、ペニー・ロイヤル・版が有名で、その後カリフォルニア大学出版により増刷された。2000年、オリジナルの色彩の挿絵やデンスローによる、追加の画像などが含まれ、WW ・ w. W. ノートンから出版された、マイケル・ペイトリック・ハーン編集の、アノテーティド・ウィザード・オブ・オズなども有名である。 他に100周年を記念したマイケル・マカービの白黒の挿絵によるカンザス出版大学のカンザス100周年版やロバート・サブダの飛び出す絵本などがある。ボームはオズの魔法使いを書いた時点では続編のことを全く考えていなかった。この物語を読んだ何千もの子供たちが彼にオズについての別の話を作るようリクエストする手紙を送った。 1904年、彼は渋々ながらも期待に応えて、初の続編、オズの虹の国を執筆して出版した。1907年、1908年、1909年にも、さらなる続編を執筆した。1911年の、オズのエメラルドのとでは、オズの国が、他の国との接触をなくしたため、彼はそれ以降の、続編を執筆することができなくなった。 子供たちはこの物語を受け入れることができず、そのため1913年以降ボームが亡くなる1919 19年5月まで、ボームは毎年続編を執筆し続け、最終的にその続編は13冊になった。シカゴトリビューンのラッセル・マクフォールによると、ボームは1897年に、 姉妹のメアリー・ルイズ・ブリュースターのためにノートにマザー・グースの傑作戦を書いたのが始まりだった。子供を喜ばせることは心が温かくなり自分のためにもなる。1919年に彼が亡くなってからボームの出版社はルース・プラムリー・トンプソンに以降の続編を委託し彼女は21冊を執筆した。 1913年から1942年の間、毎年クリスマスにオズの魔法使いが出版されていた。1956年までオズシリーズは英語圏だけでも500万部を売り上げ、8カ国語圏内で何十万部も売り上げた。オズの魔法使いは多くのファンタジー小説や映画に影響を与えた。50カ国語以上に翻訳され、 その土地にあった海底が加えられることもある。インドでは短縮版になり、ブリキの木こりはヘビに置き換えられた。ロシアでは、アレキサンダー・ボルコフが翻訳して、エメラルドの都の魔法使いシリーズ5冊を出版し、魔法の国をエリーと犬とトトシカが旅するなど、ボーム版とは、かけ離れたものとなった。1939年の映画、オズの魔法師は、ポピュラーカルチャーのクラシックとして、 1959年から1991年の間、アメリカのテレビで毎年放映され、1999年からは毎年何度か放映されている。1967年、ザッシー・カーズは、ルートビヒバンベートーベイの歓喜の歌のメロディを使用し、エメラルドの塔を訪れる歌詞のエメラルドシティをレコーディングした。1982年、 フィリップ・ホセ・ファーマーは、主人公、ハンク・ストバーが、ドロシー・ゲールの息子という設定の、A、バーン・ストーマー・イン・オズを出版した。ストバーが、自身の飛行機を、走行中、巨大な緑の雲に入ってしまい、オズの国に紛れ込んで内戦に巻き込まれる。1992年、イギリスで、ジェフ・ライマンの小説、ワズが出版された。 あまり良いとは言い難いドロシーゲールの実生活、ジュビガーランドの子供時代、映画、オズの魔法師ファンの芸の男性、三つの物語を織り交ぜている。2014年、スモールビアプレスから再度出版された。1995年、グレゴリー・マグワイアは、修正主義者が、オズの国や登場人物を見つける、ウィケット。 The Life and Times of the Wicked Witch of the West 出版した。ドロシーではなく未来の西の悪い魔女となるエルファバに、焦点を当てている。インデペンデント紙は、社会に入り込めない、適応できない、圧迫を受けている大人が自分と向き合うことができる、小説と評した。ユニバーサル・ピクチャーズはこの小説の映画化券を、購入して映画化される予定だった。作詞作曲家。 スティーブン・シュワルツはその代わりに、ミュージカル化するようユニバーサルを説得した。シュワルツはミュージカル、ウィケッドの作詞作曲をし、2003年10月、ブロードウェイで初演された。2014年、テレビドラマ、スーパーナチュラル第9シーズンのエピソード、スランバーパーティーに、ドロシー・ゲールと西の悪い魔女が登場した。また、ワンスアン・ア・タイムにドロシーとグリンダが脇役として、 登場した。ドロシーとトトが、ここが、カンザスではないことに気づく、オズの魔法使いは何度も、派生作品が制作されている。最も著名なものは1939年、ジュビガーランド、レイボルジャー、ジャック・ヘイリー、バートラーが主演する映画、オズの魔法師である。それまでも、1902年のミュージカル。 オズの魔法使いやサイレント映画3本を含み多くの舞台作品や映画が制作されてきた。1939年の映画はその音楽、特殊効果、新たなテクニカラーの使用により当時革新的と言われていた。様々な国の言語に翻訳され、何度かコミック化もされている。パブリックドメインとなると、登場人物のスピンオフ、非公式続編。 再解釈などが制作され、議論の的となることもある。オズの魔法使いの物語の最後は、平凡な題材を使用して、巧妙に作り上げられている。もちろんこれは素晴らしい物語であるが、子供の読者や、母親から読み聞かせされる、幼い子供、あるいは、子供を相手にする仕事をしている方に強いアピールがあることを確信する。子供が、先天的に持つ、 物語を愛する心が育つように思える。また最も親しみやすい本の一つであり、子供はいつも続きを聞きたがる。挿絵の色彩の豊かさも文章に負けず劣らず、その結果現代の平均的な児童書よりも、はるかに高い水準となっている。この物語は明るく楽しい雰囲気を持ち、暴力的な行動は描かれていない。十分な冒険はあるが、面きもあり。 普通の子供だったら、誰でも物語を楽しめる。1900年9月8日、ニューヨークタイムズ、オズの魔法使いは、その出版時から好評を受けている。1900年9月、ニューヨークタイムズ紙は、子供の読者及びこれまで、文字の読めなかった子供にもアピールできるとして称賛した。また挿絵に関しても、文章を、楽しげに補足しているとして称賛した。 1900年に、オズの魔法使いが出版されてからの50年間、児童文学の研究者らから批判的な分析をされたことがあった。学術誌、サイエンス・フィクション・スタディーズのルース・バーマンによると、子供の読者向けを勧め、リストに、ボームの作品が加わったことはない。研究者にはファンタジーについての懸念があり、また長いシリーズものは、文学的メリットが少ないとして、 リストから外されている。何年もしばしば非難の的になってきた。1957年、ミシガン州デトロイトの図書館長は在任中、子供に無利益であるとし、また子供を臆病にさせるとして、オズの魔法使いを禁じ、この作品を批判する者を支援していた。ミシガン州立大学のラッセルビーナイ教授は、オズの本のメッセージが、愛、優しさ、 思いやりが世界をより良い場所にするということであれば現代ではもう価値がないというのかデトロイトの図書館の児童文学リストを除いて多くの領書を見直す時が来たのではないかと反論した1986年テネシー州のキリスト教根本主義の7家族がオズの魔法使いが公立学校の教育要領に含まれているとして訴えた彼らは 親切な魔女の描写と人間の不可欠な性格を信じることを促すのは神の教えに反すると語った。ある両親は我が子を神に反する超自然現象に誘惑されたくないと語った。他に女性が男性と平等で動物が人間のように話せることなどを問題としていた。裁判官はもし教室でこの物語の話題が出たら両親は 教室から子供を退出させても良いと判決を出した。フェミニスト作家マージリー・アリアンは平凡な文体のチンプで非人間的なダサ作と語った。2000年、ホーンブックマガジン紙のレナード・イブレット・フィッシャーは現代よりも固定観念のない時代から普遍のメッセージを伝え心に響き続けると記した。また出版されてからの100年で自分を試される。 差し迫る困難は少なくなってきているとも記した。2002年、セーラムプレス氏のビルデラニーは、子供たちに、日常の平凡なことから、不思議な事柄を発見する機会を与えたと評価した。また、何百万人もの子供たちに成長期に読書好きに、させてくれたとして、ボームを称賛した。アメリカ議会図書館は、オズの魔法使いは、 国内最高で最も愛される国産のおとぎ話となるだろうと発表し最初のアメリカのおとぎ話最も読まれた自動書の一つに認定した。ありがとうございます。